皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録は素直に一度はやってみるということについてお伝えしていきたいと思います。これどうですかね、会社員とかやってた方とかはどうでしょうかね。自分で工夫したいこととか何かいいやり方とか思いついちゃうことって多分あると思うんですよ。とでもですね、それでも例えば上司からこれをこういうふうに仕上げてくれという指示があった場合には、1回目は上司が言うように仕上げて、そして2回目以降同じ仕事を頼まれた時に工夫をしていって、例えばそれがより早くとか、よりその上司の方のね言っていること以上のものを仕上げていくっていうことができるっていうのが、まあよくできる仕事にな感じなんですよ。でこれっていうのはいわゆる独立企業をしたケースでも全く一緒で、例えば自分より経験がある人で、自分の道についてその人が成功してきてプロフェッショナルであるとご自身がね認めるような人から、要は成功してる人ってことですよ。うまくいってるってこと、うまくいってるっていうことはうまくいく方法を知っていて、多分あなたにアドバイスをしているわけなんですよね。そうすると、まあそのあなたが例えばうまくいかなくってその人に相談をしている、ないしはまだ全然未知でわからないから相談しているというケースにおいては、自分がどうこうではなく、その人が言ったことを一旦は素直に一度やってみるっていう、これがね結構大事なんですよ。大事なんだけど結構できない人が多くてですね、素直にやってみるっていうことってっていうのは、中にはチャレンジな話もまあ結構入ってくるケース多いと思います。その人が叶えたい未来に対して、こういうことをやったらいいよねっていう、多分一番いいアドバイスをねしたりするんですよ。私ももうコンサルタントなんで。そうすると2つに分かれます。そのことをね伝えた時にはいって言って、その後どうしようかなって必死に考えながら、とりあえず自分の今できる形で頑張るっていう風にして動くタイプの人と、えって言って自分の今までの脳とか自分の今までの経験値から勝手にその提案してくれた人に対して、こういう方法ではどうですかとやってもいないのに、自分からコメントを出すっていうタイプですね。この人は結局自分の価値観とか既成概念が外せないタイプなので、成長がすごく遅くなります。はい、これは私自身も言われたことはね、一旦は一度はちゃんとやるんですよ。その後です、工夫して提案をするのは。だって言われたことをとりあえずやってみないと、どういう状態なのか、何を要望されてるのかが分かんないじゃないですか。だから必ずそれはやってみるっていうことは、会社員の時もやってましたし、GA になってからもコンサルタントの方がお話をすることに関しては、一旦落とし込むためにやってみてから、これはこう感じますとか、こうなんですよねっていう質問をするっていうのをねやってました。だからここはですね、成功している人、うまくいっている人の思考に沿うっていう動きをした方がいいので、自分の概念はそこにあまり挟まない。一回やった後には提案はいいと思います。やる前から、いろいろ言わない、私はこう思うとか、それは嫌ですとかね、それがご自身の成長を妨げている一番大きな要因になってるっていうことが、分かった方がいいので、素直にやってみるっていう、そういう姿勢で物事を取り組んでいくっていうことを心がけてみていただけるといいなというふうに思います。